はい、こんにちは。こんにちは。バビーでーす。ベイビーでーす。はい、今回はね、要望が多かったんで、古着屋さん、バンクーバーの古着屋さんを、案内していきたいと思います。はい。なんかヴィンテージショップ、ヴィンテージクローズショップと、スリフトショップって言って、ちょっと2パターンあるんだよね。で、なんか、ピッカーっていう人が、いい商品とか、まあ、売れるような商品を、まあ、自分たちでピックして、並べたものがヴィンテージショップ。あと、スリフトショップっていうのは、もう、普通にもういらなくなったものを、こう、回収して、それを売ってるのがスリフトショップっていうんだよね。セカンドハンドとか言われるんだけど。で、今日行くところは、また今度の次回の時にね、機会があったら、スリフトショップを回ってみようかなと思うんですけど、今回は、ヴィンテージショップをいろいろ回ってみようと思います。はい。はい。ヴィンテージショップはね、メインストリートに結構いろいろあるんで、まあ、これシリーズ化していきたいと思うんで、ね、シリーズ化していきたいと思うんで、ちょっとご案内していこうかなと思ってまーす。じゃあ、とりあえず、行ってみましょう。ここが、キングスゲートモールでーす。この中にストックっていう古着屋さんがあるんで、今から見に行きまーす。ここの黒人のおばあちゃんがオーナーなんだけども、すごくね、いろんな品揃えもいいし、うん、多分普通ちょっと僕のお気に入りの場所ですね。この LL ビーンの昔のやつ、かっこいいから欲しいな。ここはカーハートとか、なんか結構僕が好きそうなやついっぱいあるんだよね。これ XL なんだね、見えないけど。お店は結構小さいんですけど、でももう結構ね、物がずっしり、物がたくさんあります。これすごいね。これ値段がでもついてない。カーハートの、あ、ちっちゃいやつ、いくらなんだろう。だいたいね、まあ、20ドルから30ドルくらいかな。ステージモールって言って、いろんなバイヤーさんがね、一つずつね、部屋を回って、そのバイヤーさんのお店が一個ずつ入ってます。だから一つのお店っていうよりかは何店か入ってる、古着屋さん。全部こうやって看板があって、その違う、お店が入ってます。アパートの2階だ。お邪魔します。あ、お邪魔します。これいろんな店が入ってるんだけど、まあ店員さんがさっきみたいにいるところもあるし、いないところはね、タグが、その店ごとのタグがついてるから、まあ、普通に買って、そうするとそこの店員さんのところの店にお金が入るようになってるんだよね。そう、I got a Delta go to out. Teleport
これかわいいからつけます。すごいね、ゴージャス。肩とかが結構ね、あ、似合ってた。いいじゃない。うん、結構モフモフ。かわいいカウチンセーター。ちなみにカウチンセーターは、バンクーバーアイランドのカウチン族の人が作り始めたからカウチンセーターって言うんだよね。バンクーバー発祥のバンクーバー発祥のセーター。ここは F. as in Frank っていう、古着屋さんです。メイン通りのね、あのさっきのヴィンテージモールからすごい近いところにあります。ここにあるポロシャツ全部 9.5 ドルです。トミーとか、ラルフとかラコステとかばっかりが全部 9.5 ドル。安い。ここはね、ちょっとハイブランドなものが多いから値段ちょっと高めだよね。結構値段は。まあ、ドルガパーとかジバンシーとか大体そうだね、500ドルぐらいはする。